3体いる。あったあったあった、あれのやつもか。円筒装備して、割れない壺を投げると。よしよしよし、呪いよけにしといて、よっと魔導やめとくか。もうちょっと来てからかな。え、何が？タイガーか。まあいい。来な。おお、いっぱい来るな。しね、一応持っていこう。あ、ちょっと2体来てるよ。3体になってるな。よし、変化。なんかいっぱいだね。いっぱいだわ。じゃあ爆発にいっか。ちょっと回復しよう。高跳びか。
これはいらないな。後輩は疲れないように。うん、ここまでか。じゃあ変化に入れていこう。薬草拾いです。いらんもんばっかじゃん。なんか持っていきたいな。無理だな。はい、じゃあ行きます。 34F。ズドンがいる。よし。おっと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 。もう転び石がね、意外と怖いんですよね。この辺りで一回やるか。手浮石6。投擲欲しいな。目薬か。魔導の杖。ちょっと考えよう。あれかな、レベル下がると HP マックスになるのかな、元に戻るっていう感じで。そうか。封印はもったいないよな。ん、どこ行った。どこ行ったのかな。レベルダウンってあんまり良くないな。成長の種。おめや。つきな。下手投げ。回復しましょう。じゃあ下手投げ装備して、ないか。お祓い、お祓いもいっぱいだな。いいだろう。
ね。下通路あったんだ。よし。二段だな。しまった。待てよ。本当は上の部屋で使いたかったんですよね。まあ、ちょっと。運よく行けた。よし、じゃあ回復して。この部屋ちっちゃいですけど、ここでやろう。危ないな。おとぎり飲んだか。どんな感じかな。全部倒してなかったな。本当でいないみたいだな。戦車がいるとね、やっぱりないっすよ。監禁はいらん。あとあと水切り。鈍足だ。やった。おっとしまった。何やっとんだよ俺。いかんいかん。褐色の草なんかわからんから入れる。毒消しのでは楓の杖。
長い壺、長い壺ってなんだろう。識別のしようがないな。まあいいか。これね、どうしよう。あ、いいとこになった。やばいじゃん。じゃない。あと何ある？タダコロか。
これはこれタコ、タコ何本目よこれ。まあまあいいや。よっしゃー、タコ入れるか。微妙だな。使えるものは明かりだけか。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。35F。よし、じゃあこの壺だけ識別というか見て保存です。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますね。まあまあいい感じじゃないですか。うん、いい感じだと思いますね。盾がねこんな感じ。まあいつも通りの炎半減、酒アップ、爆発半減、 HP10HP+20。 まああとねあるとすれば何入れる。メッキが欲しいんですけどね。メッキ、金の盾とかこれ売ってないですもんね。高級品らしいです、ここでは、修羅の道ではね。で、海蛇の剣界、今因数が、7つであと1つ空いてます。睡眠冬特攻、1つ目特攻、ドリン特攻、ドラゴン特攻、爆発特攻を入れたいですね。でレベルダウンがね意外と必要ないような気がする。軽減値がなちょっとたまりにくいかな。あと無気力ね、睡眠と無気力がね高い確率でね発動すればと思ったんですけど、レベルダウンが意外とね高く発動してくれてます。で、回復、遠投、下手投げ、保持、睡眠で毒消しがお払いの中にありますね。あと杖はそこそこ溜まってます。でチョコバナナ2本にバナナがね、あと焼きバナナ1本なんですよね。うん、まあちょっとなんていうのかな、まあ、余裕は余裕かな今のところ。であとね、魔物部屋をこれ読みたいですね、また、うん、ここはいいんじゃないですか。おそらくこれドンの字のダンジョンフロアだと思うんで、読んでまたギターを遠投でっていうねいう感じで、まあ、今回はここまでしたいと思います。まあいい流れなんでね、ちょっと大事にしたいですね。せめてドレッドラビね、今回は動かずの盾あるんでそこまで行って余裕でラビを超えたいですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。